はい、どうもこんにちは、Gです。ということで今日はですね、山田選手の動画となるんですが、ベストナインの山田選手から継承してきまして、まあそのベストナインの山田選手ってめちゃめちゃ最強だったんですよ。まず守備適性が特殊で A になるとか、まああとは前動値が狙えるとか、本当に最強だったんですよね。なんで継承するときに結構もったいないななんて思いながら継承してきたんですけど、まあでもスピ3500の山田選手もですね、最強なのには変わりないと思うんで、とりあえず今日の内容としてはですね、特殊をマックスまでやって、でその後称号も3回くらいできると思うんで、その特殊と称号の2つをですね、まずはやっていこうと思います。はい、ということで特集完成しました。メインポジションセカンドが77と、でスピリッツも3510に全部マックスになりました。で次が称号ですね。A ランク多分3枚ですね。まあミートが上がってオール A になれば今回は OK ですかね。ちなみにそういえば能力見せてなかったんですが、一応セカンド77ので、特能がこんな感じですね。超パワー比の盗塁選抜となっております。選球眼ないのがちょっと痛いかなと思うんですけど、まあスピが3500なんで、まあ能力下げられないと思うんで、そういう意味ではまあ選球眼なくてもなんとかやっていけるかなとは思っております。じゃあ1回目オール A 狙っていきますか。極意書は今回は使わずにいこうかなと思います。もうミートがプラス、2かするだけでいいんで、圧倒的パワー真逆ですねこれは。まあでもパワー85あるんで、まあとりあえずつけておきます。2回目いきましょう。お願いします。極意書使いたくなっちゃうんですけどね、なしで十分いけるかなと思います。さあ、お、上上がった。星4、電光石火、マジか。電光石火だと、あーミートと総力両方プラス2なんですね。そうか、あーまあ同値が崩れちゃうんですけど、まあいっか、とりあえずつけておきます。全然崩れてもまあ問題ないっす。じゃあラストいきますか。いやまあでも一応なるべくならオール A の、パワー総力同値の方がまあいいことには変わりないんで、なるべく戻ってほしいかな。いや、安打製造機はいいんじゃないか。これはミートですよね。はい、うわーミートプラス3か。これもずれるんだ。うーわー、これどうしようかな。うわー、同値が崩れるのはまあいいとして、総力85を取るのか、ミート82を取るのか。これは総力別に85なくてもいいかなと思うんで、ミート82を取りますか。なんかすごいデコボコな感じの能力になっちゃいましたが、今回はですね、安打製造機星4ですね、つけようと思います。はい、ということで完成形はこんな感じですね。82、84、83と、で守備がセカンド77ですね。まあここまで完璧にやれば、まあリアタイでは最強選手になれると思うんで、とりあえずじゃあランク戦2戦ぐらいかな、やっていきますか。じゃあやっていきますか。山田さんのデビュー戦ですねいやちょっとね、なんか名前がおかしい感じだったんだよな、これ。なんかめちゃめちゃ煽られそうな感じがするんですけど、どうなんだろう。いきましょう。ペイペイドームですねちょっとこの試合展開気になるな。アウトコースのカットボールとかで引っ掛けてほしいな。こんな振んないか。地味に強いんじゃないかこの方。うわバントしてきたちょっとね、今そういえば少し夜なんですよ。夜中まではいかないんですけど、だからね、あんまり大きな声が出せないという。さあ、おー振らない、フルカウント。これツーシーム投げたらいけそうだけどな。ここで初めて使う。あーがっつり引っ張ってきてる。うまいっすね。参りましたお、純正、さっきちょっと見てなかったな。純正なのかな。いやなんか名前がですね、企画中っていう名前だったんですよ。でその後にまあちょっと続いてたんですけど、どうなんですかね。参りましたペイペイドームでちょうどソフトバンク純正って、これかっこいいっすね。あー落ちない。あー出たよ丸さん参りました参りました楽しくなってきたぞこれは。すごいな、でもしっかりと純正作ってるのは。マッチも極み極みですね。マッチもなるほどね。あー危ねー、あー危ねーデッドボールかと思った
こっからどうするかっていう話なんですよね。まあフォークでいいんじゃないでしょうか。おうマジか、プラチナにでもこういうことする人いるか。なるほどな。城島さんに変えてグラシアルが出てきました。まあ、ここはひたすらボール球のツーシームで問題ないかなと思います。ちょうど千賀さんですもんね、ソフトバンク純正の方で。山田さんそういえば能力こんな感じですね、強い。さあまずは山田さんで、やばいやばいやばいデビュー戦、ファーストフライ今のはファースト取ったっけ。さあどこまで点数入れられるか。うおーツーアウトだやべえこれはやべえ、マジか。ちょっと真剣にいかないと。よし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 、このまま1回表もう1回1番の山田さんまで回したいとこっすね。それを目標に頑張りましょう。1回裏か、1回裏はまあいつも通りここはブーマーで、まずは同点のツーランだくそこれピッチャーも全部純正なんですかね、コンボを見忘れてましたね。だとしたら結構すごい。うわー入ってんの今の、マジか。おっあぶねー、ナイスあぶねー、ちょっとカーソル迷ってしまった今のは。うな、一瞬ボール球かと思いました。タイピンだから迷ったんですよね。ここもタイピンか、あタイピンですね。最近ね見忘れるんですよね特能を。うわーマジかー、綺麗に流したのに。参りましたやっべ、これはやばいなー、マジかめっちゃボール球振るやん。この2点もったいないっすよね。ちょうどいいところにツーシーム入っちゃったんで、まあこういうボールの、あのボール球のツーシーム投げておけば多分まあ振ってくれるのかなっていう感じですよね。よし、あー危ねえ、びっくりした。これ18年シリーズ2の中村選手ですね。いい選手持ってますね、残してるんですね。ソフトバンクめっちゃ好きなんだろうな多分。タイムがすごい多い。手汗拭いてる僕って気づいてんのかこの人は、どうなんだろう。おいしょおいしょおいしょ、うわもったいないな2点が。結構あのツーシームの打ち方すごい上手い方はですね、ボール球のツーシーム投げてみて、まあ、反応を伺うっていう方法がね一番いいと思います。でそのボール球をがっつり見逃してくるようであれば、割とやばい猛者だみたいな感じにはなってくるかな。僕はそんな感じですね。さあ2回裏なんで、2点か、よいしょ、いやー詰まった、完全にミスりました今の打ち方。じゃあここは吉田さんですね。あ吉田さんといえば僕明日、この動画が明日出るから、今日か、今日ですね札幌ドームにオリックス戦見に行ってるんですよ。まあだから吉田選手スタメンで出てきてくれたら、うぃーデッドボールあれかゲッツーのあれか、なるほどね、もったいね。そうだったら西川さんで走れたのにね。さあゲッツーで負けだ、やばいぞプレッシャー感じるなこれは。よっしゃ、まあ1本出たら勝ちなんで、あんまり気負わずに行こうと思います。さあ何でも来い。って言いながらもねやっぱ緊張しますよねこういう試合は。おー縦スラ、やっぱ縦スラ強いなやっぱ。さあ来い、うわーあざした普段スタンプ送んないですけど送っちゃいます、ありがとうございました危ね、負けるかと思ったわ本当に。